こんにちは、佐々木です。この動画では OBE ですね、 OBE の実態ですね、ぜひね、紹介させていただきます。はい、OBE ってね、やったことある人結構いると思うんですけど、どういったところから、ね、仕入れるかってことなんですよね。はい、で今回ですね、私のですね、失敗談、OBE を、Amazon とかでね、アイドルしてる人結構いっぱいいると思うんですけど、どういったね、商品とかね、どういった商品売れるのかとか、あとですね、実際ですね、輸入してね、売れるかどうかってこととかね、ぜひ、説明させていただきます。私です。3年、4年前かな。カメラ転売ずっと、今もそうやってるんですけど、カメラ転売と売れる商品、一緒に、はめて売れる商品を探したんですよ。で、いろいろ調べて、OBE って売れるんじゃないかって自分で勝手になんか思ってやったんですよ。それで、実際始めたんですよね。それで、1億円すらかな、その当時の、今はその活動してる人なんですけど、その人のなんかチームみたいなの入ったんですよ。で、入ってやったんですけど、その時ですね、入ってこれ損したなと思ったんですよね。で、その人入って3回ぐらいでもうやめちゃったんですよね。もう強制的に自分で、その当時はペーパル決済だったんで、知り合いの人とかに相談して、で、もう契約切ってやめちゃったんですけど、アメリカは実際ですね、入れた時に、マイ USA っていうのを使ったんですよ。で、マイ USA っていうのは、多分知ってる、みんなやってる人知ってるんですけど、商品状態がね、ほんと最悪なんですよ、もう。で、おもちゃとかね、向こうのキャラクターものとか、売れるみたいって聞いたんで、調べて輸入したんですけど、なんで最悪かって言いますと、商品はですね、アメリカの人って物投げるんですよ。で、物投げて、で、角とかね、箱に角とか、普通に穴が開いたりね、もう壊れてるんですよ。で、そういうの送ってくるんですよ。で、それ見たときにですね、びっくりしちゃって。で、FBA にね、直通入れたときに、おかしいなと思って、で、返品ボイも見たら、壊れてて、わ、すげえ、やばいと思って。で、レゴ、あるじゃないですか。で、レゴね、キャッスルだったかな。なんかホワイトキャッスルっていうのがあって、すごい人気で、で、レアな商品だったんで入れたんですよ。そしたらですね、今度部品が足りないって怒られまして、返品で、もう、最悪でしたよ、本当に。で、今ね、OBE って輸入 .com ってあるじゃないですか。で、そちらの方はね、日本人が経営してるもんで、確かに、ちょっと州忘れちゃったんですけど、そこの州は、税金が取れないのかな。すごい安くて、多分やってる人みんな知ってると思うんですけど、おすすめなんですよね。日本人の人してやってくれてるもんで、梱包もなんかちゃんとね、梱包されてくれて、綺麗にやってくれてるもんで、おすすめなんですけど、本当にですね、なんていうのかな、その時は本当に痛い目、本当に痛い目受けて、で、もうクレジットカードの番号全部変えちゃって、もうやめちゃったんですけど、アメリカって本当すごいですよ、本当にもう、商品がボロボロで、本当に。で、今度はですね、例えば、Amazon とかで、実際おもちゃとかって、ね、出してみると分かるんですけど、利益なんかそんな出ないですよ。正直。その、一つの商品出して、出品すれば20人いたら、利益なんか出るわけないんですよ。アイドルでね。それを稼げるっていう時点で、はっきり言って、もう詐欺みたいなもんですよ。はい。で、商品単価も安いから、クレジットとかでやった時は、間に合うか分からないし、間に合わないですよ、本当に。本当にね、その時にダメージっていうかもう、ボコボコになっちゃって。だから、OBE やるにもいいんですけど、ヤフオクとかね、メルカリとかラクマとかで、売るのがおすすめなんですけど、アマゾンで売るとしたら、もうやっぱ自己ブランドで、とかね、でやらないと意味がないと思うんで、ぜひね、やらない方がいいですよね。はい、だからカメラは、またカメラの話だと思うんですよ。カメラの場合は、欧米から商品輸入するけど、アメリカの場合はですね、税金がとにかく高いですもん。普通に高いんですね。はい。で、代理店使ってもいいんですけど、高いです、とにかく。なので、しっかりね、計算をしないと、利益がですね、出ないんですよ。はい。で、私もね、この間、アメリカじゃないですけど、例えばオーストラリアとかね、方でしたら、税金安いんでね、おすすめですよね。
で、アメリカは本当にですね、まあいろいろちょっといろいろ聞いたりしてて、おすすめなのはやっぱりあのバイマとかで、まあ、ルイ・ヴィトンとかね、ハイブランドの商品を輸入してるのがおすすめですよね。はい。で、あのどこだったかな、あのアウトレットショップ、アメリカの郊外のアウトレットショップは、まあ、かなり安いみたいですよ。ただアメリカに行く時点ですごい旅費とかかかるんで、まあお金持ちの人とかね、現地の人とかね、知り合いとかいたら安くやれると思うんですけど、実際に行くとやっぱお金かかるみたいなんで、まああの資金が必要なんでね、まあそこの部分がですね、ネックですよね。はい。まあ実際にあのアメリカもまああの売れる商品とかね、儲かる商品がいっぱいあるみたいなんで、ぜひね、まあ、バイマーとかもいいですし、まあ、メディカルラクマでもね、儲かる商品いっぱいあるみたいなんで、まあ、まあ、ハワイでもね、ハワイとかも結構いい商品、面白い商品あるみたいなんで、まあ、興味ある方はね、やっていただければいいかと思うんですよね。はい。まあ、実際はね、本当にあの、まあ、欧米輸入よりも中国輸入だったら安全ですよね。資金もかからないし、まあ、売り方きっちり考えてやっていけば、あの、勝てる商品だと思うんですけど、まあ、ぜひ、欧米輸入に、まあ、興味ある方とかね、まあ、いっぱいいるかと思うんで、まあ、ぜひね、いろいろ試してね、やっていただいて、まあ、オークファンとかでね、調べてね、出品していただければね、まあ、儲かると思いますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。では、今日はね、今回はね、こちらの動画以上となります。はい。では、最後に聞いていただきまして、ありがとうございました。